森島なから文化七年十二月四日は、江戸時代の医者、下作者、蘭学者、教科士。奥下界桂川家三代目、桂川はじめさんの次男で、桂川補修の弟に当たるが、完成頃まで過疎、桂川保畜の原生である森島を名乗った。陽名は友吉、字は愚心、通称は、次郎、万蔵。号はなから、後に、はじめさい。 はじめあきら。共鳴は、竹杖えた目形。死んだ番章、築地善光など、多数の変名を持つ。平賀源玄内の門人で、玄内を忠実に継承した文体は、平賀風と称された。蘭学者としての側面が強調されがちであるが、蘭学者としての活動は、完成期のみで、その著作の多くを下作が占める。江戸小引町築地中通りに、 奥外海桂川家三代目、桂川はじめさんと、よりあいし大八木屋四代目、高豊の娘、大八木玄太高隊の養女の次男として生まれ、生涯を成果で過ごし、兄の著作や役業を助けた。少年は法暦四年説と、宝暦六年説がある。前の両宅、平賀玄内、杉田玄白、林志兵中川淳安、芝公館、く木きまさつな、うだ川元随、 大月玄宅、前野良宅、荒井小十郎などの多くの文化人と交流があった。中島理恵門の書簡から、明は元年頃、平賀県内に入門したことが分かっている。確実な最古の活動は、県内所で安永7年7月間の、吉原再建里の小田官票に、門人無名詞として寄せる抜群であるが、それに遡って、明は5年2月間、委員一伝三。 無名前時及び、罰の高額沈没集め、安永三年祖外側最短集に、梅加工に、近畿宿屋の作者、万章についても、中からの可能性が指摘されている。門人無名詞とは、現内作の下作、木に、餅の生弁の登場人物を固くしたものである。安永八年福内喜外、日天作と合作で、心霊、矢口渡るの後日物。 荒子寮に行った新徳を手がけ、初めて創作活動に携わった。中らは、鎌倉御所の段、矢口神前の段を担当し、神羅万象の号を用いた。万象とは、自身の通称万象に、花が大きい用紙を読み込んだものである。同年、海一松、吉田紀元、立田弁二と共に、万随長兵、白井本八里山ひよ塚を手がけ、 中野段サンバを担当するが、これが、大いにヒットし、分断で認められる契機となった。しかし、平賀玄内商伝によれば、当時感触の君があった、平賀玄内はこれに、大いに嫉妬し、11月に、境町秘前座の楽屋で中良を顔色を変えてののしり、中良は絵釈で応じるのみだったという。10日ばかりと玄内は11月21日に殺傷事件を起こして、 古伝馬町に投獄され、12月18日獄死し、核質を生んだままの離別となった。この時用いた項は、平賀県内より二次を取った、玄平、藤立花だったが、以降用いることはなかった。安永9年1月、天寺老人、新羅番照名義で、真王代を表したのを皮切りに、天明年間にわたって、シャレボンを精力的に観光した。 天明4年に1月、万象提下作みだり帳で、起評紙デビューし、天明8年まで、毎年数作のペースで作品を発表した。天明5年には、竹杖止め系の号を門人に譲り、翌年には、天竺老人を、門人千鶴万亀に、新羅亭を一粒万倍に譲った。この頃より、家業の異業にも、本格的に携わる。この頃より、蘭学にも、 関心を向け、天明7年に、孔毛雑は関西2年に、万国神話、琉球団と、相次いで、蘭学書を出版した。しかし、天明7年には、関西の改革が始まっており、翌年に、妖怪着党を匿名で刊行した後、公表紙は、執筆を中断し、西洋祈談、万象雑草なども刊行を断念した。国を執筆し幕府に、 中止されていた、林氏兵からの書状を目殺し、交わりを絶った。逆に少なくとも、完成6年より、完成9年まで、松平定信が藩主を務める白川藩に出資し、ご湘南土角を務めた。石井昌介と共に、東西本蔵乱用に携わったとされる。後に、加賀藩にも士官を壊れるが、数ヶ月で辞した。松平定信が失脚した、完成5年。 下作者柴善光が死去し、看板作家を失った、藩元、鶴屋吉右衛門の依頼により木拍子の執筆を再開し、築地前興味容でシャレ本を散策発表した。なお、この号に関しては、坂東義継に否定する説もある。共和元年に二代目風来三山人を襲名、文化五年より二代目福内祈外の号を使い始め、解雇主義を全面に押し出した。文化六年に、 最後の作品、泉近史公物語を発表し、翌年死去した。法名は、量産彦とぶき。母書は芝日本榎の木城工事。後に、神奈川県伊勢原市に移転した。生涯独身とされてきたが、過去調調査により、妻子、孫の存在が確認されている。妻は、法名両元名地で、中ら没後、ちょうど5年にあたる文政13年12月4日に、 死去している。息子、森島はじめ山自体は過去調には見出せないが、妖精の孫二人の記載がある。公務雑話、岡田敏弘2011年190ページ、青木正治公中、通俗古今期間不月下政断百9 3 2年、岩波文庫赤36から1に収録。i s b n 七十八から四十億百二十万六百十三。 サメユ高原第七巻、先週再作占い法を、友の本案であるがゆえに署名に、性を付したものか。山田や、長兵、ただや、李、兵衛、京や吉兵、上里氏や李平らによる合わせ版観光で、昨今の出版社のごときものではない。ありがとうございます。